行動から外観を見るエントランス周り、ロボットレストランは株式会社ロボットレストランによって運営され、東京都新宿歌舞伎町に所在しているエンターテインメントショー施設である。2012年7月オープンした当初は、サラリーマンを活気づけるをテーマとし、新宿のサラリーマンをターゲットにして、過激な衣装を身にまとった女性ダンサーと、ロボットによるショーを行っていたが、 アンソニー・ボーディンの来店を皮切りに、ハリウッド映画監督のキム・バートンや、JJ ・エイブラムスが訪れ、その後も、数多くの海外著名人が訪れるようになった。そこから SNS などで噂が広まり、外国人観光客の増加にかかった。今ではターゲットを、外国人観光客にシフトし、和の要素も多く含んだショーも行っている。なお、広告塔として、マスコットキャラクター、 ロボ氏が店頭に常設されている。ヘアメイクをメイクアップアーティストの富澤のボルが担当しており、そのフォトジェニックな外観から店頭は常に外国人観光客で賑わっていた。しかし、新型コロナウイルス感染拡大の影響により、2020年3月2日から3月8日まで臨時休業。その後再開するも、3月28日には再び臨時休業。 当初は4月12日まで休業とされていたが、それ以降も休業状態にあり、2021年9月4日現在に至るまで営業再開していない。2021年4月には同店の看板が撤去された。ありがとうございます。